私たちはアミンチュを応援しています。知ったかぶり買いつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。森山市で活動されているノルディックウォーキングクラブサンタクロースさんです。ノルディックウォーキングは有酸素運動なので、お話をしながらできるフィットネススポーツです。いろんな情報交換であるとか、いろんな話をしながらできる効果が出る大人のクラブ活動っていうところがとってもいい面かなと思います。定例会はここ森山市民運動公園で第1、第3水曜日の8時から、烏丸半島で第1土曜日と第3日曜日の朝6時半から早朝定例会、そしてゼゼ城址公園で第4土曜日朝10時からやっております。子どもから成人、熟年、そして高齢者の方まで、どの方も入っていただけるものです。ぜひ運動が足りないなと思う方はもう皆さんウェルカムです。来てください。お待ちしてます。おしゃべりしながら、自分のペースで歩けるというのが一番いいですね。クラブサンタクロース、私たちと一緒に歩きませんか。アミンチュ。19日土曜日、 CFR 琵琶湖主催の第10回琵琶湖一周オレンジリボンたすきリレーが開催されたんじゃ。オレンジリボンズのサポーター役を務める安野おっさんも応援に駆けつけたぞい。スキップハートの子供たちの元気なダンス盛り上がっておるの。今回でこのオレンジリボンたすきリレーも10回目ということで、これまでたすきをつないでいただいた皆様方に心から感謝申し上げます。三日月知事からランナーにたすきが配られたぞい。そしていよいよスタート。行ってらっしゃい、頑張りな。このあと2日間かけて28区間 103.3km を走り切り、無事高島市の琵琶湖子供の国にゴールしたそうじゃ。みんなお疲れさんじゃったの。会ってくれてありがとう。そんな会社やお店を教えてください。あなたに代わってありがとうのメッセージをお届けし、テレビでご紹介します。ニックネームの投稿で構いません。宛先はこちら。お待ちしています。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンジュ。例えばこんな動画がいっぱいです。水中ドローン、琵琶湖の中の旅。水深100メートルまで潜水可能な水中ドローンを使って琵琶湖の中を旅します。今回水中ドローンが旅するのは滋賀県の湖西に位置する北小松漁礁。今回は琵琶湖に詳しいプロアングラーの川端プロと杉戸プロに案内していただきました。青空の下、まずは颯爽と船を走らせ、
目的地に向かいます。ここはね、北小松。北小松、うん、はい、超有名ですよね、うん、有名な北小松魚礁と呼ばれるところやね、水深的には 12-3m ぐらいに正方形の中空のブロックがいっぱい山積みになってる。この西岸の魚礁の中では、うん、多分一番大きいんちゃうかな。大きいな、魚の不足も多いしな、ね、だからボトムから 6m-7m ぐらい積んであって、そうやな、水深ここね 11m あるんですけど、うん、ほんまに透明度のいい時は見えるもんね。見えてる見えてる、そう、うん、今日もベイトすごかったな、ねね、だから果たしてこれ水中がどうなってるのかなあ、楽しみやな、ね、楽しみやね、うん、そしていざ水中へ。果たして琵琶湖最大級の魚礁には何が映っているのでしょうか。魚いっぱいいるでガマさん釣れへんのになすごいな、ああいうの見るとちょっと錯覚するね。そうね、僕そのカメラマンが必死になって、うんうん、仕事を忘れても水中カメラで、うん、撮ってる間僕暇やし、うん、釣りしてたけどね、うんうん、何にも釣れへんから当たらへんな、うん、魚いっぱいおんのになあ。だから見て釣るとちょっと錯覚を起こすよね、うんうん、でもあのベイトの数、うん、見るとやっぱり琵琶湖すごいな。すごい。やっぱあんだけ小魚がいるっていうことはやっぱり琵琶湖の生態系やっぱりちゃんとなってるよね。健全やな、うんうん、あんだけやっぱ小魚がおるとな、この秋の時期にちゃんとうん、こういう場所にちゃんとおるもんね。そうやね、はい、うんうん、やっぱり僕らが今まで釣りしててその魚礁のそのエッジとかトップを意識して釣ってるところにちゃんと行ってた感じがするわ。そうだね、うん、で魚礁から離れて砂地になったら何もいいね。何もいいねほんまに、うん、だからやっぱりその周辺をこううろ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 ベイト来たらビューって見に行ってるのかもしれへんな。まあでも教科書通りといえばな、基本ですよね、秋らしい場所にね、ベイトがいて、うん、バスがいるし、この場所もすごい重要やしね、やっぱり。そらそうそうそう。やっぱりその魚礁っていうのはそれなりの場所にあるから。そらそうや。漁師さんね。そらそうや。だからどこでもこんだけベイトがおって、そうそうそう、うん、バスがおるわけじゃないよ、うん。やっぱりいい場所でベイトが集まるところでバスもいる。
っていうのはやっぱり、まあ、確認できたね。そうだね、うん。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミン中、みんな見に来てな。私たちパンプキンサンタはシャドーボックスやハーバリウムを作っているサークルです、シャドーボックスとは絵柄を切り取り重ねて立体的に仕上げていく作品です。みんなが同じものを作るのではなく、各自が選んだ好きな絵柄での作品作りをしているのが特徴です。毎月2回月曜日10時から12時と、1時から3時で活動をしております。竜王町に限らず近隣にお住まいの方で興味のある方お待ちしております。1枚の絵柄が5枚ほど積み上げて立体的になっていく素晴らしさに引き込まれています。これからも素敵な作品作りに挑戦します。せーの、アミン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで、ウェブアミンチュで。